サンドの飯よりスニーカー好きということでバスケットマンです。皆さん明けましておめでとうございます。ということで2023年も、バスケットマンをよろしくお願いいたします。イエーイってことなんですけども、やっぱ2023年一発目はここから始めたいと思います。そう、ヴィンテージショップ8055さんです。イエーイ、行ってみましょう。レッツあティップオフ。ですけど、まず店の中からね軽く見ていきたいと思います。ってことで毎年のですね1万円2万円コーナーからいきましょう。グッドイナフが1万円で買えるってね、そのデッドじゃないですか、黒タグついてて。でこれ出た当初は人気ありましたけどね、今結構落ち着いたのかな。でもこれ1万円って安いですね、本当に。で2個上が2万円、はい、デニムのジョーダン6が2万円、それもタグ付き、安い、2万2000円。いやー安いですね、やっぱ新年は。そしてこのジョーダン3ね、これも結構切ってるじゃないですか、2万円ってね、2万2000円か、税込み入れたら。やっぱすごいな、ヴィンテージショップ8055さんは。そしてこれが2008年北京の時のダンクね。僕赤持ってるんだけどパキパキになっちゃってるけど大丈夫かな、履けるのかな。でも可愛いっすよねこれ、あのオリンピックから全色出てるんですけども、これいいですよね、可愛い。そして境ダンクね。そして1個いって3万円ダンクじゃない、ターミネーターですね、3万円コーナーですね。ここもこれが3万円って、これが言ってたあの NBA オールスターモデルのダンクなんですけども、3万3000円。安いですね。これね、僕サイズがあったら欲しかったな。安いな、やっぱり。でもね、やっぱりちょっと日付1日ね、空いちゃったんだよね。したらすげえ売れてた。で、逆サイド。逆サイドは相変わらずいいですよね。古めのダンク、やっぱここ揃ってますよね。ほんとね、サイズが合えば、あの結構安い値段で出てるんで、買った方がいいやつが多いと思うんだよな。このダニスパみたいなやつとか、かわいいっすよね。こっちはいいよ、本当に。まあ僕はあんまダンク買わないジョーダンばっかなんですけども、でも結構ここでもジョーダン買ってるな。そしてローカットコーナーですね。いやいや、素晴らしいですね。ほんと古いのあるね。ボカジュニアズとかなかなかもう見ないんじゃないの、ボカ。これ。隣のやつとか、名前出てこないけど、それ龍神ダンクね、龍神ダンクもなかなか見なくなってきたね。いや、まあ、値段もね安いですよ。はい、パラノイズがアリーノ、そしてあそこキースかな、キースのエアフォース、パラノイズね。他の相場よりも安いんで、ぜひね一回お近くにいる方とか都内の方はね行ってみるといいと思うんですよね。結構良心的な値段ですね。他の店よりは全然安いですね。でいつかは欲しい P ロット What the P ロット、これ可愛いよね。まあダンクだからね、いつかといっても結構僕はまあ後になっちゃうかな。今年はねやっぱね買いたいもんないからね、ジョーダンとフィギュアも買っちゃおうかなと思ってますよ。はい、そしてスニーカーズスタッフコートパープルでね、このスニーカーズスタッフがね今ね海外ではめちゃくちゃ高くなっちゃってますね。ね、日本だとそうでもないんですけど、海外でも結構な値段ついちゃってますよね。やっぱりね見てる人は見てるんですね。そしてアパレルもありますね、アンターティカパーカーのね、あのボアナイズなんですけど、アパレルここねやっぱヴィンテージなんで、シュプリーム、ストゥーシー、昔のグッドイナフのヴィンテージ結構ありますね。でガラスケースですね、ガラスケースはやっぱどこの店もすごいけど、ここもすごいよね、ガラスケースは。本当にシュプダンとかあっちゃったりとかしてね。いやー、まあガラスケースはちょっとやっぱ、ね、いい値段しますよね。で昔のハイカットダンクで1個ね、ここねスト2のダンクがあるんだよね。スト2ダンクね、あのフューチュラダンクもありましたけども、スト2ダンクちょっと見せてもらったんですけども、これすごかったな。そしてこれ僕のお目当て、今回のお目当てね、くじ引きのスニーカーでございますよ。なんか1個買ったらね、この中の1足もらえるんですよ、くじ引きで当たれば。いやーちょっと欲しいな、ボデガこのね、パーファラゴーのジョーダンもいいよね。はい、ということでスト2ダンク、これ中に竜がいるんですよ、これね、かっこいいよね。で右も左も竜らしいんですね。なんか右竜で左剣とかだったらね、ちょっと面白かったかなと思うんですけども、これもね結構海外では半端ねえ値段になっちゃってる。スト2ダンク素晴らしいですね。ヴィンテージショップ8055でした。いやいや、相変わらずすごいっすね。やっぱ新年になると大体ここはですね、1万円コーナー、2万円コーナー、3万円コーナーってやってるんですけど、僕ね今日1月4日なんですけども、3日来れなくてね、したらこんなにはけちゃってますよ。1万円コーナー、2万円コーナー、3万円コーナーってことなんですけども、すごいですね。たーいいっすよね、これ。これも3万って安いっすよね、マジで。このオールス NBA オールスターモデルとか。いやで今日のお目当てはここ
デデンってことなんですけども、これこの3足、シュプリームのこれエアホースなんですけども、そしてボデガかな、で、ハラコみたいなやつ、年末最後に出たやつかな、が、なんと、このお店のものを1個でも、まあ、安いものでも1個でも買えば、くじを引けて、くじに当たればこの3足のどれか、ゲットということなんですけども、私、今回狙ってるスニーカーがあったんで、買ってですね、スニーカーのくじを引きたいと思います。2023年のね、私のね、運命をね、左右するこのくじ引きやってみたいと思います。はい、ということですね、私ね気に入ったやつがあったんでですね、購入したいと思います。何を買ったかですね、まあ次の動画でちょっと楽しみにしていただけたらと思うんですけども、このスニーカーですね、でも安いな。はい、一発目これでいきたいです。3万円です。3万円で、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。購入しました。ということでですね、くじの方をね、行ってみたいと思います。これですね、で、なんか昨日50枚ぐらいでしたっけ、全部で、はい、で、25枚昨日出て当たりが1個も出てないんですよ。だから今25分の1ということで、当たる可能性があるかもしれないですね。で、邪念を捨てて当たったら、皆さんにプレゼント企画で僕はあげたいと思います。はい、こちらにしました。ちょっと緊張してる緊張してる。じゃあ行きます。あ、皆さんと一緒に3、2、1、スタン。あれ、これ外れ。外れ一瞬俺あれと思ったら破れてるだけでした。はい、ということで皆さんチャンスですよ。24分の1に変わりました。はい、ってことでですね、ちょっとプレゼントコーナーは、でもね、ここ、次のプレゼントコーナーは、1月の後半に、ここでもうね、見つけてあるんで、それをプレゼントしたいと思いますので、ぜひね、今年もバスケットマン、よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。See you! Next game!